どうもテッシーです。お世話になっております。マリオ3続きをプレイいたします。今回はワールド3です。はい、いいですね。なんというか常夏を思い起こさせるような感じでね。夏といえば海ということで、海の、面ですね。どうしましょう。カエル使えますかね。ちょっと木の葉がなくなるの痛いっすけど、せっかくなんで行きましょう。カエルだとね、これが楽なんですよね。これ下なんかキノコじゃなかったっけ。なんかあんま行っても微妙。取っちゃうと逆にやばい。キノコじゃない、ファイヤーで A ですと、これめっちゃ早く進める。うわ、すげえ楽。なんか一面で使わない方が良かったな、これな。ギューって下に追ってくるんですよね。5面あたりで使った方が良かったかな。一面はまだ全然簡単ですよね。まあ、こういう面がありますよっていうね。なんというか、チュートリアル的な面ですから。危ない。これどうやって撮んの、これ。まあこうやって行くのが一番かな。なるほど。まあゆっくりゆっくり。これも上なんかあったような気がするけど。おおしおしおし。ほらほらほら、あったあったあった。ファイヤー取っちゃいましたね。1アップかと思ったわ。まあ行きましょう。海の面ではファイヤー強いですからね、結構ね。木の葉だと海はちょっとつらい感じですよね。この下は危ない。やばい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 、急にやばい急にやばい。キノコねえかな。ないと、なさそうね。これやばいな。上から上から行けばいいのか、これは。怖い怖い。これが1アップかねえ。おお、来た。ういー、くそー。めっちゃ下手、海の面。危ない、危ねえ、怖。まあともあれクリアできた、よかった。ちょっとスリルありましたね、一面から。オッケーオッケー。じゃあもう2面キノコでいきましょう。本当はもっとね、めちゃくちゃ上手い人とかですとあれっすよね、あの道具何にも使わずにとかね。来い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 。ずっとずっと小さいままでクリアしましたとかね、なんでしょうけども、私はそこまですごくないんで。ああ、これスター、スターだったな今のな。スターの状態であのコイン取るとスターだったってやつですよね。なかなか、うーふー、やばい。くー、やっちまいましたね。やばいやばいやばい。道具がなくなってくる。まあ、なくなったらなくなったでね、その時はその時で。あの道具の欄が消えちゃうのが嫌なんですよ。あの新しく手に入れて、こい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 、来た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 。そうそう、こんな、うわ、ちょっとやめて、こんなとこ置いてかないで、やばい。でスターの状態であれ取るとスターなんですよね。くっそ、急にひよってきたな。これうざいっすね。これ怖いね。ちょ、一回やられたとこはめっちゃ慎重になっちゃうから。どのタイミングでいけばいいんだこれ。マジかこれ、やめて本当に。ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい。
ちょっと思わぬ伏兵ですね、ここ。え、むずくね、ここ、普通に。むずいっていうか、落ちたらアウトよね。どうしよう。ちょっとスターとか、そういうことやんないでいこうか。結局、スターに気を取られてダメになってるから。もう全然全然、もう全然普通に行こう。なんで落ちたんだ、さっき俺。ここでなんか引っかかったのか。うわー、これやべえな。まあいいや、ちょっとチビになってもいいから。よし。オッケー、もう右下、もう右下なんか取らない。取らない。はい、ありがとうございます。あれだけね、なんかコースを楽しみたいとか言ってましたけど、もうクリアをね、クリアをもう優先していくという。この葉。ごめんで使いたいね。うん、さっき言ったように。おー、来ました来ました。伝説のデカ金魚。あいつもなんか名前ありましたよね。なんだ、なんでしたっけ。この魚も名前忘れちゃいましたね。やばいよね。うぃー。うわー、いいね、こういう演出。演出っていうんですかね。こういう関係ないところに、関係なくはねえか。こういうものも、これから出てきますよっていうのを、アンに教えてくれてるんですよね。あー、これ。あぶな。これどっかにパワーボムあったな、多分な。めっちゃ怖いっすわ。倒してもすぐ復活してくるでしょ、あいつ。ほら、来た、うぃ。落ちたら一巻の終わりっすね。うぃ。怖っ怖っ。上行って、ちょ、待て、待て。上行った時に行きたいね。おしおしおし、あった。オッケー。やばいっすね。チキンっすね。チキンプレイが続いてますが、いやもうそんなの関係ないと。本当に。お、ほう、ほうほうほう、柱があって、カロン、これこいつの名前覚えてるんですよね、カロン。カロンにファイヤーは効かない。柱と窓があると、ちょっと高級になってる。ああ、なんかこれ、なんか、これそこの土管から出てくるんですよね。これど、そうそうそう、どっかが正解だって。もちろん前の3つが正解なわけがない。ここかな、5番目かな、違うっぽいね。あ、でも1アップ、待て、よし、跳ね、オッケー。じゃあもうちょっと奥かな。で、外れ選ぶと、全部ここ違うドアになるんですよね。で、あんだけドアがあるから、まあ、ここで気づいてくださいよ。正解は一つですよっていうのを教えてくれてると。いやー、いいね。一番奥かな、そうしたらね。左右に動いて、いや、こんな奥じゃない。奥でしたっけ、こんな、おしおしおし。行った覚えがないですから。よーし、正解。あ、羽がついてますね。ここら辺からちょっと怖くなってきますね。でも大丈夫と。なんとかクリアできました。お、開きましたね。ちょっと揃え、まあわかんないですけど、行きましょう。く
くー、キノコでいいんで欲しいんすよね。ハンマーブロス行ってみます。全然大丈夫。ハンマー、あーでもこのハンマーは取っといた方がいいですね。ここのね左で使うんじゃなくて、うわー海か。スター使いましょう。こう動きが鈍くなるのが嫌なんで、クッ、オッケーオッケー。おお、上開いてる。じゃあ余命いきましょう。ごめん、あとでいいっすかね。なんかチビになった時とかに変える、使いたいなと。これはスターメンじゃない、確か。さっき言ったスター違うね。怖っ。くっそ、スターを連続するような感じだったと思うんすよね。あー、ちょっとなんすかこれ。じゃあ早速ごめん行きましょう。いきなり後でいいすかって、余命もクリアできないっていう。あー、このしびれクラゲやばいやばい。うわー、こんなとこにいるっていうね。このしびれクラゲがね、マジかよ、マジかよ。これ大量にいるとこがすごい苦手なんですよ。ここら辺からか。じゃあこれキノコないかな。あった、よし。お約束みたいになるところだった。うわ危ない、この野郎。ここよね、ここが難しいんすよね。ちょっと来いや、こいつも。下まで来させて。うい。うわー、下こいついるし。行っちゃおう、行っちゃおう。おしおしおし。やった。ん？なんなんこれ。これなんなんこれ。よし、オーケー、スター。じゃあちょっと余命もう一回いきましょう。おー出ましたね。うわー全然覚えてねえわ。ここか、フォーファイヤー1アップはここ。あーそうだ、スターだ。くっそー。でキノコちゃん取って、ここも橋があって一回ずつなんですよね。橋一面を一回挑戦すると橋が閉じちゃうんですよね。クリアしたかしないかに関わらず。4面いきましょう。ポコポコ、ふわふわ。ういーす。ちょっと動きがぬるかったっすよね。ここもね、確かジャンプでいけるんすよね。マジか、あぶね。どうやろう。これ。うわー、これうざいやつ。絡みつかれるやつね。スター違ったか。マジかこいつ。くそー。 OK、 スターじゃない。あでもこれスターじゃないんだ。あそう、1アップがあるだけ。うわーうわーうわー、怖い怖い怖い。
コインブロックにちょっと目奪われましたね。え、マジでどうするこれ。もう使わんでいいよねこれ。いや、なんかちょっと甘えてるっていうか、ちょっと舐めてる感があるんですよね。実力不足な上に。で、これ確かあれ、おいけたいけた。なんかね、すげえ足をね、震わせた感じで、上に行けたんですよ。ち、当たらん。え、これなんか、うい、あーもう、あー、あー、うえー、マジか。マジかよ。何これ。ちょっと待って、おかしい、いろいろおかしいって。何してんの。ちょっと慌てすぎ。ちゃんとやろ、ちゃんと。急におかしくなってきたこの野郎。冷静に。あ、そう、こんな感じ。今足震えましたよね。そんな感じでいけるというね。冷静に。ういーっていうね、こういう感じ。好き。いいね。ちょっと戻ってきたかな、感覚。1アップよね。来た。早い。こいつジャンプで絶妙な位置にいるのね、こいつね。ほら、うぜー。よし、怪我の巧妙だけど倒しましたね。 OK。 おぶの、頭ぶつける位置にいるなっていうね。まあ、うまくねスター取れました。よかったっすね。 OK。 ちょっと焦った。で、6面の前にこっち行きますか。ここっすよね、確かに。この道具とかね、パネル、エアバセができる感じになっております。これどこで、一番左、見切るところで押すといいのかな？違うね。違うな。それとも3枚全部違うっていうことなのかな。今スターが一番左見切ると、お、ほらやって、右側でダメだったから今度真ん中で、あ、真ん中も真ん中なのか。そしたら一番下は出てきた瞬間かな。違う。分かってきました。ウィート、うわー、出た、ついに。この輪、ありがたい。カエルはもういいかな。これいらないアイテム売って別のアイテムにしたいとか、そういうのはないのかな。で、ここが最後ですね、多分。もう右側はないんですけれども、まあここに最後来ると、そういう感じになってます。で、まだ面がね、ちょっとなかなか余っているので、今回ワールド3は2つに分けましょう。今回の動画はまあここまでにしまして、次回6面ですね、6面からスタートできればと思います。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。